えー、こんにちはナミさん今日は別チャンネルからということですよねはい、えー、動画の方ありがとうございましたあのワクチンの方ね打たれたそうですよねワクチンはね私はほとんどの方は打った方がいいと思ってるんですよでも私は個人的に打ってませんこれはなぜかっていうともうどっかでお話ししたと思いますけど私はね人に接触することがないんでそんなに焦って打たなくてもいいかなということなんで後回しにしてるんですよねだから来年とかはあ余裕ができてきたりとかワクチンが洗練してきたりね え、近所で簡単に打てるようになると思いますんで、まあそういうふうにはしようかと思いますけども、現時点ではね、あのワクチンが行き,届かない行き届かない問題とか、あとは逆にね、ワクチンを打ちに行くと、そこにまあ人だかりができてますんで、私は普段誰にも会ってないんで、まあたくさんの人がいるところに行くことはないかなと思ってるんですよ。私はこのまんま暮らしを続けていけば、うん、まあなんて言いますかね、感染経路のない暮らし、 ほとんどない。暮らしが変わらないんで。うん、まあね。いの一番に受けたいってことですけどね。まあでも普段接触する頻度が高い方とかナミさんとか特にね。コロナワクチン、あの色々と不安はあるでしょうけども、私はね、えー、全然これ、あの積極的にやるべきだと思いますよ。うん。あの特にコロナの健康被害出てますけども。ちょっとあやふやです。そちらの方はあの裏付けがはっきり言ってあの？ なんですか誰かが捏造したものを本当だと思って拡散してる人が多いっていう例じゃないかなと思いますよね、うんまあ、だから大丈夫です <laughs> なんかねちょっとこうだるくなったりもしますけども大体注射ってそういうもんですからね異物を入れるわけなんで、あのー、一時的には体が弱ったりしますからねからそれについて ワクチンははこううなんだ怖いんだだ怖いいいととかいうのはちょっと違っ違ていていやそもそも今までもそうだったでしょうとワクチンっていうのはそういうものですよとかね例えてみればあのお酒をね一杯ぐっと飲むようなもんなんですよクラっとくるじゃないですかあれが副作用ですからねお酒を飲んでアルコールが体に回って異物が入って体がね急激に反応して三半規管とかがおかしくなっちゃったり視覚が一瞬ね悪くなっちゃったりするという、まあ、そういったものを楽しむための ものとしてお酒がある以上、まあ、ワクチンは、ね、楽しむものではないんですけどもちょっとクラッとするような感覚とかねいたっとする感じとかあるんじゃないかなと思ってますね。ナ、ま、ミ、あ、あさんはいかがお感じでしょうか。まあ、ちょっと不安はねやっぱりありますよね怖いですよね、はいえー。ということでございますあの。レポートありがとうございました